25日目、ベーコン博士。はい、やっと切れた太くて硬いタレ、ありゃしない。これで入れる程度にはなったと思うか。準備ができたら降りてきてくれ、うん、ついに制御室か。昔の RPG では魔王城に入る前にやり残したクエストをクリアしたりするよね。ゲーム気分じゃないけど、何かもっと準備することはないかチェックしてみよう。7になった。はい。何？ああ、そっか。カジキね。パーティーの日です。材料しっかり準備して売り上げアップを目指しましょう。パーティーなんですよ。スマホ。まず、餌。これどうなった終わんの？そうだよ。はい、これはもうね、ちょっとずつ苦痛になりつつあるよね。教育ゼロになってきたんだけど、ちょっと上がった。教育ちょっとよう分からへん。まあいいわ。でエコウォッチャーはまあいいでしょう。もうね、しばらくアームナウ全然そういえば言われてないけど、雑草が溜まってるんで、まあ朝行くか。朝に行くようにするって言ってたね。ファーム。はい、卵。うん。雑草が。ほっとくと、こうなる？アンボも拡張する？あと、トパーズがあと1個で武器が強化できるんで、だから朝のうちはそれをやろうか。トマト植えます。よし。と、あと、そうそう、バショウカジキね。バショウカジキを捕まえたい。カジキを捕まえるのとトパーズとか、まあ、どっちみち氷河とこっちと両方行かないといけないね。水が足りんか。ここで組めへんの思ったけど。これは組めないんだ。よし。これ一緒？一緒だね。はい。まあいいわ。ここはもういいでしょ。ん？パーティーね。ショップ。これなんだったか。おとりカプセル。攻撃的な。まあいいか、別に。これはいらんか。武器か。まあまあ、これでいいでしょ。これが、5000ぐらいだったっけ。5500だから、なんか1個アップグレードしよっか。アイダイバー。どうしよう。どうしよう。ドローンもう1回にする？これ2回になるの大きいよね。この辺も上げたいんですけど。ドローン。よし。まだいける？あ、まだいける。3回もいける。めっちゃ高いけど。あとは、太陽もいるんだよね、お金。ちょっと置いとこっか。まずまた氷河から、きます。森強化森4。おっと、一角が急に来た。危ないよ。はい、当たる？当たらない。ちょつらいな、つらいな、それはつらいな。いてててて、危ない危ない。ちょっと待って、危ないよ、危ない。あと一発やろ、あと一発。あぶね。もう2回使えるけど、一角はまあ普通に取るか。この辺酸素あるよね。
これは、あ、あるある。酸素ある。これ持っとこうか、ちゅう。危ねえ。よし。トパーズを取りたいだけなんですけど。おお、何？また地震。揺れがどんどん強くなってる。早く制御室に降りてみよう。もうちょっと待たして。武器を強化してからにして、生かして。これはもういいか。トパーズは？鏡。あ、強くなった。ん？弾はいいんか。あ、トパーズありました。E が出てくる。はい。ほら。効果4。強いね。40だ。もうちょい。まあ持っていくか。 5.5。 重たいね。パーツ、まあ、3つでいっかも。よし。で、サメはいいかな。どうでしょうかね。ロウは使わないもんね。お？あ、これか。場所か時期。うわぁ、ちょっと待って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 。ちょっと待ってよ。これはいらん。ここにかます。これだ、ここにいたんだ。場所か時期が見つからないか、ちょっといろいろ洞窟とかを探してたんだけど。オッケーオッケー。取りました。俺、連れて帰ってもらう？よし。ここだけかな？一匹だけ？これ、バショウカジキでしょ？ここですね。あの、種目、あの、ダイオウイカのいたとこ。うん。やっと見つけました。なんとか。よし。まあ、カジキは一匹ずつ、取れましたね。こんな感じ。なんか適当に送っちゃった。で、これで、武器が、ディスライフル。やっと作れますね。作っちゃいます。お、新しいやつ？そう。そんなんまですんの？うん。お？お？え？それだっか。デスライフル。はい。これでまあいいでしょう。一応ね。んで、あとやることは、ミニゲーム。ご飯あげて、はい。遊びます。はい。押し付けね。はい。いいの。で、あとは、いいか。もうこれ以上準備いらんよね。な、氷河に行きましょうか。制御室の入り口。また続きあるかもしれないからね。よし。ちょっと、できるけど。あ、開いてるね。さあ、これなら入れるはずだ。奥から熱気が強く吹き上がってますね。まともな状態ではなさそうだな。気をつけたまえ。ん？入るよ。入ります。どうなってんの？木の根がものすごい変異を起こしてる。
あっちの扉は木の樹液で塞がっちゃったか、うん、何か移動する方法があるはず、うん、どうだ、こっち、なんかいる、ちょっと森打ってみるわ、聞かへんわ、ナイフで殴ってみる、あ、聞かへんな何すればいいの、ここを開けたいんでしょ、あかんな、森でもない、こっち右っぽいかな、そしたらこれを引っ張るのか、こういうことか、ここ戻らへん、でも離したらよっよっ、はい、ほら戻るやん、ちょっと待って、え、なんかを乗せなあかんってこと、あ、それを乗せんの、もしかしてそれ乗せんの、つかめる、つかめるわ、すいません、ちょっとお借りしますよ、これはそのためのだった、お、そんな重いの、よし、とりあえず通れた、帰れなくなるやん、そしたら、うん、今通ってきた道が、あん、そう、他の道も樹液で塞がってる、海サソリにあの変異した剣木の実、大変だな、なんとか方法を探さなきゃ、はい、何サソリ、あっ、ぶな、眠ってる、取れたメガログラプトス、開通してからにしよう、これを取れる睡眠やっぱいいな、あー、やばい、取らして取らして、危ない危ない、ちょっと待って、危ない死ぬ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 、危ない危ない危ない、ちょっと眠らして、オッケー、アップな、酸素残しといてよかったね、欲を出してはいけない、まだいるやん、しかもこれ取れへんの、取れる、取れた、落とす、と、溶ける、溶けへんの、爆発すんの、爆発するっぽくない、おお、いい感じ、うん、樹液を爆破できるんだね、さっき見かけた扉にも変やした、うん、使えると、こっちには何もないもん、サソリもう一匹いるな、眠らせたらいいけど、よし、これが早いな、もう一個持っていった方がいい、これはまた使うから、あー、熱水噴出口が扉を塞いでるぞ、噴出口こいつじゃないの、ダメなんかな、これ、ここから落とします、はい、下がった、 OK、巻貝がまた動きだ、そんな強いの、重くて強い、これはとてつもなく大きな噴火口だ、上の方の壁がもろそう、もう少し高く噴火すれば崩れそうなんだけど、どっかを塞げば、うん、いいってことね、これどうすんの、こっち来るからここを2箇所塞げばいいってことやるね、多分ね、うん、3箇所かな、あ、動く、でも、3匹いるもんな、難しくない、そんな、むずくない、動くよね、1匹、2匹、
待って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 3匹ちょっと待って待って待っていや間に合わへんやそんなさすがにこれ投げてくれへんな。はい1匹これ当たっても大丈夫、うん、はい OK ちょはい頼む頼む頼む1匹2匹はい OK で崩れるはい上への道ができたここにある剣木の実を上に持っていけそうだ、うん、酸素もらっていこうね、これを持って、さっきの扉によし溶かすえ間に合う間に合う大丈夫か結構長かったよねはい開けた扉が開いたぞこの奥なんだか薄気味悪いな。気をつけて入ろう。もうそろそろボス戦ですか？剣木制御室。はい。これはタイミングかな？タイミングっぽいね。はい。よし、今だ。はい。今だ。で、おーっと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 はいいける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 はいよしはいこれを下げんのこんなああ止まってくれんの。おーちょっと、もう行っちゃえ。オッケー。はい。そろそろボスですか。ん？わあの気持ち悪い卵たちは何だろう。どうして剣木の根にあんなものが。何の卵やろね。何これ。変な生き物が羽化した。そういえばあの生き物、巨人族の壁画で見た気がする。確か、天神が言ってたよね。古代の技術者が剣木のエネルギーを注入して生き物を改造したって。こいつらがその生き物ってことを、またここに残って繁殖していたなんて。一体何があったんだ？倒さなあかん。眠る？破壊できた。嘘。これでいけるわ。はいはいこれはさすがに収穫製品まだ卵あるよ壊せんの関係ないこれ乗せんやろまた乗せてでもちょっと酸素欲しいな酸素一応取っていこう動いちゃうけど弾はまあ、これでもすごい13発になってるね。増えてる。よし。これを乗せて、次ね。剣木、レーザーを。いっぱいやん。僕は卵がもっと多いぞ。もうすぐ浮かしそうだけど、後にも引けないし。どうすんの？あっちに扉がある。あれを覆っている粘膜を溶かせれば。これね。あそこに正常な剣木の実が一つあるな。ここにある剣木の実の装置に入れてみようか。全部言ってくれるね。
まだ浮かしない。大丈夫。おって。取れない。取れた。はい。これでも横にしか行かへんことね。広がんの。装置が動き始めた。この剣木の実の光を当てれば粘液質を溶かせるかも。あー、いっぱい来た。卵が帰り始めている。全部やっつけないと邪魔されて粘液を溶かせないな。あ、当たれ。これでいいか。ナイフが強くなかったらちょっと大変だったのかな。やっと全部倒せた。もう一度扉の粘液を取り除いてみよう。どうすんのこれ。これを上に向けるってこと。これでいい。もっと上に向けてみる。これ以上は無理か。はい、溶けた。卵が帰る。おお、また卵が。あいつらから片付けないと。普通に、え、これでやっつけるってこと。ちょっと余計ナイフの方が早いんやけど。あー危ない、危ない。ちょっと普通にやっつけるで。おお、倒した。敵がどんどん増えてる気がする。早く扉を開けて脱出しないと。離れられたんだね。もう終わらしてよ。もういいよ。もういいよ。また羽化が始まってる。今度こそ本当にケリをつけないと。酸素とか持ってこればよかったね。ああ。いっぱい。めっちゃいっぱい。破ってくる。破ってくるんじゃない？さすがに。大丈夫か。下から来るやつは大丈夫。はい、もういい。これで本当に全部やっつけたみたいだね。また何か現れる前に早く扉の粘液を溶かさないと。またやらないかな、ね、溶けた。はい、粘液が全部溶けてなくなった。あの奥が制御室の中心部のようだけど、行ってみれば何かわかるかな。行っちゃいます。回復が欲しい。危険な生物の気配を。ボスですか。あー、なんだこれは。なんだ。古代生物の幼体たちが何かにびっしり張り付いている。あれは剣木の核。もしかしてあれが剣木の引き起こす異常現象の原因なのか。とりあえずあれを全部駆除しよう。うん、地震の原因。どうすんの。ちょっと弾は残しときたい気分だよね。え、ある。当たるわ。はい、はい、一応弾は残して、これで剣木の核が再び安定したみたいだね。これで解決したかな。これで地震も減るといいけど、そろそろ地上に戻う。何。あー、でかいの出てきた。またそのね、あれはなんだ。さっきの生き物たちの親、通りであちこち卵だらけだったわけだ。なんでか、これは。おお、ちょっと強そうやな。まあ、ライフル強化したんで、
目が弱点かな。どうでしょうね。なんだ、もう一匹来る。何、ああ博士。万が一ということもあるかと思い、君の位置情報をたどってきてみたが、一体これは何事だね。あの巨大な怪物が溶岩の中、あれは古代魚人族文明の文献に何度も登場した熱湯というやつのようだな。伝承の中の古代生物が生きているとは、しかもあんなに巨大化した姿で。この前魚人族の村長から古代のとある実験について聞きました。実験体になった後ここに残り、剣木と地熱を吸収してあのように大きくなったわけか。あいつを倒さねば剣木を安定させることはできない。デイブよろしく頼むぞ。あんな古代生物に勝てるわけないですよ。君はさっき恐竜すら打ち倒したではないか。いやあれは別ですよ。今は銃弾どころか武器すらないのに。おお、こんな機能があったんだ。このドローンは酸素レベルの維持、弾薬の無限発射、さらには時間操作機能を搭載してるんです。時間操作、その通り。 A を押せば一時的に時間を操れるというわけでして、攻撃を見るための時間が稼げるという寸法です。もちろん行動が伴わなければいくら時間を稼いでも無駄。スローモーションってこと。今僕がお手伝いできるのはこれぐらいです。 A を押す、弾薬も使えんの、それ持つの。こんな機能があったなんて。このドローンは酸素レベルの1、弾薬の無限、さらに、言ったよさっきなんで同じこと繰り返してんのうん、巻き戻したってこと。グッパー、いや、チユアゲーエタニティ、これを持つ、持って戦うの。ボスですか。普通にライフルでやらせてほしいんだけど無限発射って、ここまで来て逃げるわけにはいかないよね。よし、蹴りをつけよう。うん、発射。こんなん、こんなんなん。おー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 おおお、押しっぱなしでいい、押しっぱなし。いや、ちょっと待って待って待って、押しっぱなしでいいんだ。スローにもできる。なんだ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 、それは何、それは何。今んとこスローの必要性は感じないけど、ダメージを与えてんね、一応ね。特にでもどこが弱点とかはない。おお、下から来る、下から来る。おお、スロー使おうとしちゃう。危ない。使っても結局でも一緒じゃない、避けるスピードが変わらへんやったら。ああ OK、 動けるんか、こういうことね。何？ディスライフ強化した意味なかったな。はい、今の攻撃力ではやや厳しいかもしれないと言いますか、僕の予想を上回る相手です。ここまでするつもりはなかったのですが、リミッターを解除しましょう。今までは最大火力じゃなかったってこと。最初から超必殺技を使ってもつまらないですからね。まあ見ててください。何、ため打ちできる。おお、ステラレーザー、あらゆる技術を詰め込んだ超出力のレーザーでして、まさか海で使うことになるとは。よくお聞きください。 X を押し続けるとステラエネルギーを貯めることができます。うん、ボタンを離すと発射。はい、チャージ中は移動速度が大幅に落ちますので、注意ね。はい、溜めて撃つレーザーか。よし、これで終わらせてやる。普通のビームは撃てんの。ちょっと待って。おお、ちょっと待って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 。どれだけ溜めんの。オッケー、はい。おお、よし。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。はい、その後、その後、はい、この後、はい、よっ、
おーっと、避けて。はい。なんだこれ、これはどうやったらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの。この間に避けるんか。はい。OK。溜めて。で、おお、危ね。食らったんちゃう今、俺と。はい。体力は？ちょっと待って、ちょっと待って、今、よそ見してたな。危ない。危ない。避けれる。はいはいはい。これは意味ないのか、あんまり。あんまり意味ないのか、これ。なんかいっぱい来そうやけど？いっぱい来そうやけど？なんか食らったね。これは普通に割った方がいいんじゃない？溜めるか。はい。おお。はいはいはい。おっと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 。よし。溜めてー。危ない。よし。もう一回溜める。おーっと、ちょっと待って。早いな。危ない。倒した。お、倒した。あ、押した。どう？おほほほ。逃げた。逃げたわ。あいつ逃げようとしてる。今ここで試しておかないと、あ、倒しておかないと、きっとまた何か問題を起こすに違い、きっちりととどめを刺しておこう。え、まだやんの？おっとっと、ちょっと待って待って、ちょっと体力ないんだけど、ここ当たらないんじゃない？連発するか。これどう避けんの、どう避けんの。ちょっと待って、その弾幕ゲーはやめて。はい、もう早めに撃つわ。ああ、うっそ、ちょっと待って、それはやめて。一撃でっていうのはどっからやんの、それ。どっからはめ出したら避けないかな。これ、あ、やる、当たるな。はい、この後を爆発する。あ、じゃあこれでしょ。はいはい、よし。で、溜め出したらちょっとスローモーションした。はい、避けれる。また同じ攻撃だったらいいけど。はい、なんだこれか。はい、え、食らった。もう一発いけるやろ。はい、よし。次は避ける。下にいよう。下にいて、はい、ビームって。まだか、まだか。危ない。危ない。よし、今貯めよう。よし。もういいでしょう。はい。あ？ちょっと弱ってきた？あ、行き止まりじゃない。もう一回やりそうやな。お、敵が疲れてきてるようだ。今がチャンスだ、デイブ。とどめをさ。何？おー、天井が。やばい、やばい。あー、使えないのね、それが。デスライフル？誰か来る、もしかして。
ガドンが来たりして危なかった。あいつ最後の力を振り絞っているのか。ひとまずあそこに開いた道に向かいたまえ。アイスとてそう長くは持たないはずだ。これを掴んで下からってこと。逃げるだけ、逃げるだけやな今。急に来るでしょ、急に来るでしょ。危ない。スローはできる。危ね、攻撃はできないね。危ないんちゃう、危ないんちゃう。よいしょ。この辺にいたらさ当たらないんじゃない。さすがに当たりそう。まあいいか、溜めてタイミングで俺だ。はい、スローで避けていこう。はい、もういいでしょう。最後は上まで来た。行き止まりだ。どうしよう、危ない。来るよ。ん B まだA。 で、あ、引っかかってる。やつめ、剣木の茎に絡め取られてしまったか。とどめを刺すラッキーチャンスだ。しかしドローンは壊れてしまいましたぞ。武器のシグナルは消失中です。どうしよう、周辺に何か使えそうなものはないかな。剣木の実しかないことね。なんだこれは、何これ。剣木の実の装置がある。剣木の実も正常化したようだし、あれに入れて、起動すれば。大きすぎて無理だ。僕一人では動かして狙いを定められ。スワムじゃない、スワム違うのか。おおみんなどうなんだ。まあこれはもうね、クライマックスなのか。はい、魚人族のみんな、剣木は安定を取り戻したが、そなたが上がってこないので見に来たのだ。あれは熱い長い歳月をかけてあそこまで巨大化したというのか。この展開はあいつを倒さないと収まりがつかないわね。動けなくなっている今が好機です。我々がとどめを刺しに。普通の攻撃は効かないと思います。あそこにある剣木の実の装置でも使わない限り、物理と数学に精通している俺の見立てでは、装置の角度を少し上げる必要がありそうだ。確かにそうだけど、すごく重そうだよ。我々が力を貸そう。5人の力を合わせれば、なんとかなるはずだ。そなたはあの剣木の実を持ってきて投入したまえ。もう時間がないぞ。うん、よいしょ。もうちょっと連れてきてほしいね。なるほど。で、そこにセットすると。もうでも終わりっぽいね、これってね。2個あるのがちょっと気になるけどな。はい、2発撃つ。はい、準備万端。装置が反応しているぞ。今こそ長い歴史に終止符を打つとき。いまいましいやつめ、これでも食らいなさい。ドローンがよっぽど強かったね。あ、倒した。食べんのこれ、まさか、まさか食べんの。俺の狙いは正確だったようだな。あれは助かる前、本当に大変な道のりでしたね。会議であった人間、話はひとまず巨人族の村に戻ってからにしよう。え、なんか足落ちてるんだけど。帰ってきました。うん、水温も安定を取り戻し、剣木の実も正常な状態だ。体調を崩していた住人たちも徐々に回復してきている。いろいろあったけど、なんとか解決できてよかったです。おそらく地上の地震もやむのではないだろうか。上に行って様子を見てきてはどうだね。お疲れ様人間、たまに遊びに来なさいよね。
地震の原因は、あ、OK、クリアしました。ん？エピローグ、仲間たち。チャプター7、1回で終わったな。今日、あれなんですけど、はじきの日なんですけど。それはスキップされた？これね、一応寿司にできるみたい。はい。影響しました。普通にカジキの日する？もうすっかり暗くなったよな。本当に長い一日だった。番長寿司に行ってみよう。それ以外行けなさそうだね。うん。みんないる。ん？ああ、ディープ、ついに帰ってきたな。あれ、皆さんお集まりですね。ベーコン博士から聞いたぞ。よくやったな。お苦労だった。今日、本日は休養とし、みんなで料理を囲むことにしよう。よかった。またすぐ働かされるのかと思って緊張しましたよ。よし、じゃあみんな集まって乾杯しましょう。みんなに喋っていく感じ。猫も喋れる。うん。おも。久しぶりに来ましたよ、番長寿司。サミさん、ここでの生活は気に入ってますか？もちろんですよ。たまに退屈な時もあるけど、インスピレーションが湧きますから。最近ネットで発表した新曲、ファーマーダディの反応も上々です。音楽活動はずっとされるんですね。もちろんです。畑の農具の音、メス鳥の、鳴き声、その一つ一つが全部ビートなんですよ。なんで直接来なかったの？大事な宅配便が届くからです。デブさんの活躍を遠くから見守り、多くの刺激を受けました。巨人族の村を救うため、危険を顧みず、死闘を繰り広げたデブ氏の勇姿。美少女はじめ風の作画だったらファンになっていたかもしれませんね。僕も武器の研究に打ち込み、いつ訪れるとも知れぬ危機に備えようと思います。僕と絆を結んだ仲間として今後も活躍願いますぞ、デブ氏。そんなことにしておこう。これは合成やの。あんたいつも忙しそうでろくに話もできへんかったけど、やっと余裕もできたし、わしの昔話をゆっくり聞かせた。いえ、その、わしはダイバーとして活躍しとった頃の話や、わしはフリーダイビングをよくやっとったが、とある日、おとんにもろったネックレスをつけててん。ところが、カマスは光るものを見ると襲いかかる習性があったな。奴らは急に群れで襲ってきたんや。わしはあの日、森も持っとらんかったというのに。こういう時は逃げる方が、かえって危険。ここは正面突破やと思った。わしはカマスの方に突っ込んでいき、今地震が、地面が揺れた気がします。なんやって、わしは何も感じへんかったぞ。話長そうだったし。デブさん、本当にお疲れ様でした。ビジネスもどんどん繁盛しているようで、喜ばしい限り。ヨシエさんに優秀なスタッフを紹介していただいたおかげですよ。いろいろあって大変だったと思いますが、これからは番長さんを手伝って、素敵なお店にしてくださいね。番長さん一人に任せておくと、また妙な意地を張ってトラブルになるかもしれませんので。デブさんの協力のおかげで、会社での私の立場はさらに上昇しました。部下も一人できて、以前より余裕があるんですよ。こうやって夜の飲み会にも参加できますしね。ビールが飲めないので、ドリンクばかり頼んでいますが、お役に立てたなら、ああ、よかったです。じゃあもう取材のお手伝いはしなくていいんですね。何をおっしゃいます？私は今だってダイビングができないんですよ。では、また依頼があれば伺いますので。よく頑張ったので、いろんな魚が取れるってんで店を出してみただけなのに、まさかこんな秘密が隠されていたとはな。君のおかげでトラブルは解決したし、商売も繁盛してるから、結果的に俺の計画通りと言えるんじゃないかね、ガハハ。でも、楽しい経験でしたよ。ここに来てよかったと思います。他にも楽しい冒険の種を探してみようと思うか、一緒にどうだ。さすがに当分は休ませてください。お店で会うのは初めてだね。レポートの提出も終わりましたし、少し暇になりました。そうなんだ、それはよかった。そのエコバッグ、前はなかったよね。よくお気づきになりましたね。エコウォッチャーの最高レベル達成報酬です。うん。率先して環境保護に努めたユーザーの顔をバックに、刻印してくれるんですよ。時間ができてから相当頑張ったんだね。僕も負けていられないな。つい、佐藤さんもいらっしゃいました。あんたが、マリンカを集める。にはるばる氷河区域まで探検していると聞いて、せめて応援させてもらおうと思ってな。そういうわけでも、あんたのおかげでオイラの世界ランキングも右肩上がりだぜ。よくわからんが、一仕事終えたところなんだろう。残りのマリンカもすべて集めてみてくれ。そういや、ギャオが眠った後明かりを消してあるのを忘れてたな。
つくづく信じがたい経験だったな。巨人族の文明もそうだが、彼らの村に訪れ、その村の危機を作ってしまうとは、なんと素晴らしい。今後もここにある文明の存在は外部に知らせるべきではないだろう。せっかく取り戻した平和を守ってやらなければな。拙者は店で料理をするばかり、大して役に立てずすまなかった。番長さん、そんなことないです。巨人族も番長さんの料理を褒めてました。それは嬉しい話であるな。もう地震は起きないでしょうし、これからはもっと楽しく商売に励みましょう。ヴィンセントさん、今日はお一人ですか？今日は評論のために来たのではない。そう緊張しないでくれ。こうして気楽に食事をすると、料理のディテールがさらによくわかるな。お気に召したようでよかったです。私の先入観が少なくなったのもあるが、料理の味自体少し変化したのもまた事実。味が少し変わったんですか。なんというか、より柔らかな味になったというべきか。以前は料理人のエゴが前面に出ていたが、今は食べる人をより気遣っているように感じる。そうなんですか。味からそんなこともわかるもんですね。あるいはこのピンセント山岡の勝手な印象かもしれないかもしれんかな。終わった。あれ？どうすんの？ん？これ？何これ？これ誰？想像もしなかった苦労も多かったけど、いい人たちともたくさん出会ったし、今思えばそれなりに楽しい経験だったね。普通に暮らしていたら、巨人族の村に行く機会なんてなかっただろうし、さてと引きと行き着いたら、また張り切ってダイビングを楽しもう。おー、一応結末なのかな、これで。まあ、続きもできそうですけどね。乾杯。お、エンディング。すごいね、なんかもう駆け足で進んできたって感じだよね。本当に毎日何かしらのイベントがあったみたいな。誰これ。あー、そっか。え、海面に出て大丈夫なこの人ら。届いた。これね。おお。する流れ星。お、なんだ。どういうこと、どういうこと。シーブルー。ええ何これ。あ、エンディングかな。あ、何これ。スコアと書いてあるけど。あ、これ、撮んの？違うな。これを撮んの？森撃てる。ちょっと待って。そういうエンディングなんだね。これはいいかな。スコア。デベロッパーズ。出てくる。で、ぶつかるんだこれ。これも壊せる。これも壊せるんだ。
なるほど、なるほど。この隕石は？隕石は壊れるんですね。お？なんだ？終わった。これで10月25日一応クリアした日付になるんですね。あ、でもそっか、あ、はい、まだ続いてた。なんだ、あ、次の日になった。まあこんな感じで。